待てば過激のズカ日和。皆さんこんにちは、めぐまりです。ズカ日和3回目、今日はですね、宝塚への生き方についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。いろんな生き方がありますし、これはあくまでも私のこだわりの生き方です。私、兵庫県内に祖母がいまして、祖母の家から大劇場行くときはバス1本で行っちゃうんですけれども、今回は大阪駅から行くときです。で、実は宝塚駅って2つあるんですよ。阪急宝塚駅と JR 宝塚駅で、私どっちも使います。正直 JR の方がちょっと早いかな、大阪駅からですね。で、そうなった時に私のおすすめとしては、行きはやっぱ阪急を使っていってほしい。やっぱ宝塚の母体ですしね、阪急電車って、あの小豆色の電車に乗るっていうのがちょっとこう特別感を感じられるんです。で、阪急宝塚駅で降りていくっていうのもいいんですけど、阪急の宝塚南口で降りてちょっと歩きながら劇場に行くっていうのもありです。ただ今回に関しては大阪駅から阪急電車に乗って宝塚駅に行くというパターンをちょっと語らせていただきます。で、一番のおすすめは、梅田駅から阪急電車で1本で宝塚駅っていうのがあるんですけど、個人的には時間に余裕がある方は西宮北口で乗り換えて今津線に乗ってほしいんですよ。で、今津線っていうのはレッスンとかを受けてる子が多いなっていうイメージなんですよね。バレエだったりとか、あの子受験生なのかなみたいな、でそういうのも見るのも好きなんです。過去自分もそうだったから。で、その今津線、いろいろこう西宮北口から宝塚までいろんな駅があるんですけど、だいたい仁川、小林、坂瀬川あたりでだんだんこの自分のこのテンションが上がってくるんですよ。はあ、もうすぐ大劇場だってなって、で今津線から宝塚に着くときに大劇場が見えるんです。で、もうその見えた瞬間のテンションのこのマックスピークが、もう扉開いた瞬間流行る気持ちが抑えられずにこう足早にこう降りていく。で、降りた瞬間にすみれの花咲く頃、これが流れるんですよ。チャラララララン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 、最高じゃない。もう今から見に行く人たち全部を見守ってくれてるんですよ、ホームの音楽が。で、もうまるで阪急電車に乗って宝塚で降りた人はみんな大劇場行くんでしょっていうノリ、もうそれも大好き。そこに住んでる方もいらっしゃいますし、そこが目的じゃない方もいらっしゃるんですけど、もう空気感が宝塚なんですよね。で、まだこだわりがあるんですけど、阪急電車に乗って宝塚降ります。で、宝塚からこうホーム降りて改札出るとエスカレーターがあるんですね。で、そのエスカレーター降りたら池田銀行のイメージキャラクタータカラジェンヌさんになってるんですけど、娘役さんでね、今有沙ひとみさんかな、可愛いんですよ。もうその娘役さんを見て、舞台化粧ではないそのお化粧をされてるんですけど、また可愛いの、可憐で華やかで、それも見てちょっとまたテンション上がって、あ、私宝塚に来たんだって思いながら降ります。で、あの花の道、あの銅像があって、男役さんと娘役さんのね、あれを見てもう夢の入り口ですよ。で、そこからこうタッタッタッと大劇場へ歩いていくんですけど、花の道っていうのがあって、いろんなね、あの雑貨屋さんですとかご飯屋さんがあって、ジェンヌさん御用達のご飯屋さんもあるんですけれども、ファンの皆さんが結構開演前にいるんです。入り待ちが終わった方ですとかね、そういったお店に入って、こうちょっと聞こえてくるジェンヌさんの様子ですとか、何回もねご覧になってる方もいるので、皆さんネタバレを控えながらも、あのシーン良かったよっていう方多いので、自分でそこで事前に勉強するんですよ。あそこのシーンいいんだなみたいな。で、私のおすすめは
パスタっていうお店の豚高菜ピラフなんですけど、これ好きな人結構多いんですが、それを食べて腹ごしらえをして宝塚に行くっていうのが私の鉄板ルートです。これが私のおすすめの行き方です。で、帰りは JR に乗ってすっと帰るっていうのが一番のおすすめですけど、皆さんはいかがでしょうか。ちょっと喋りすぎちゃったかな。まあ私のおすすめの行き方こうだよとか、こういう行き方もあるよとか、こういうお店も実はおすすめですよっていうのも言うものがあればぜひ教えてください。今日はここまでです。